はい、今日は司法書士をおよそ1年と5ヶ月かけて独学したんですけど、もし模擬試験ですね、予備校に通う模擬も当連とかではなく、こういう本ですね、これは書店で買ったんですけど、こういう模試という模擬試験のテキストがありました。で、これは問題が2回分収録されていて、価格が2100円と、僕が受けたオリジナル問題集、まあ、本試験を模したオリジナル問題集では圧倒的に一番良かった本なんですけど、ただ残念なことにこの整備堂出版の模擬試験はですね、もう絶版になって、この14年が最後ですかね、2014年が最後に、その後出てません。ですからちょっと解けないんですけど、ただこういうですね、まあこれは早稲田セミナーの本なんですけど、こういう問題は今も出版されているようなので、こういう本で一度自分が本試験でどういう点数取れるかとか、問題を解くスピードを試しておくのはいいかなと思います。はい、それでですね、僕もこの試験をとあのこの模擬試験を受けたんですけど、まあ、もちろん予備校でするのとは違いまして、自分で時計とかストップウォッチを使って時間を測りながら、時間が来たら問題を解き終わったら、あるいは時間が来たらもうそこで打ち切って答え合わせと、そういう感じでやっていくわけなんですけど、これを解いた時期と、それから自分の点数をですね、今日はちょっとお見せしようかなと思います。はい、で、先ほど言ったんですけど、勉強期間は1年と5ヶ月で、どの時点で模擬試験を1回解いたかと、初めて解いたかと言いますと、1回目を解いたのが9月30日ということで、2回目が10月21日に問題を解いています。はい、9月30日ということで、勉強を始めて約8ヶ月の時点でこういう問題を解いて、さあ果たして何点取れたかということなんですけど、ですね、こういう感じで紙に書き出してるんですけど、そうですね、まあ1回目の試験、1回目は午前午後ともに択一は25問取れました。35分の25ということですね。本試験であればギリギリ落ちるかなといったところですね。基準点プラス逃げ切り分が欲しいところですので、本試験で言うとギリ落ちる、まあそんなところです。さ、それで記述式の試験なんですけど、記述式の方は不動産登記の場合ですと枠ずれを起こしてしまいまして、ほとんどもう0点に近い感じですね。35点、35分の5点ということで、商業登記の方は少しマシで、マシといってもそのレベルの低さに自分でも嫌気がさしたんですけど、35点中12点でした。結構厳しめの採点にしました。それで、まあ、8ヶ月で記述のまだ過去問もやり始めて間もない頃ですので、まあこれぐらいで、まあ確か当時は相当ショックを受けました。これで受かるのかなと相当ショックを受けました。それで2回目の受けた時、10月21日ですね、まあおよそこの1回目から1ヶ月近く空けて2回目を解いたんですけど、2回目の点数が、そうですね、2回目の点数が、午前は択一なんですけど、午前は20点でした。20問ですね。35分の20問。午後の択一が35分の24ということで、結構厳しいなと思いました。自分の知識不足ですね。全然確かなところが出てなくて、それと、家で解いておきながら、
時間がやはり1時間30分ぐらい、1時間20分ぐらいかかっていたので、本試験ではもう少し時間がかかるかなと思うので、やっぱもう少し早く解きたいかなと思ってました。で、記述の方なんですけど、記述の方は不動産登記は少しマシでした。これは枠ずれを起こさなかったので21.5点ほどでした。35分の 21.5。 商業登記の方はこれはかなり良くて35分の27取れていました。これで商業登記やはり問題に波があってですね、その不動産登記ですと枠ずれとか一つ間違えるとずらずらっと間違えてしまったり、あと商業登記ですとですね、特に取締役の、そうですね、まあ、取締役に限らず役員の就任ですとか、最初に出てくる登記の方を一つ間違えると後々の登記も間違えてしまうということで、一旦間違えると点数は極端に低くなりますし、間違えなければある程度安定して点は取れると、そういうことに気づきました。それでですね、この問題を解いたのは勉強期間、まあ、およそ8ヶ月と9ヶ月ぐらいでだったんですけども、その間にですね、このこちらのテキストと過去問をどれぐらい回したかと、まあ、気になると思うんですけど、これが大変興味深いところでして、実はテキスト読み込みの回転がですね、まだ本格化する前だったんですよね。で、僕はこっちのテキストやった日付もいちいち書いてるほど記録をつけるタイプの性格の人間ですので書いてるんですけど、こちらはですね、テキストをまだぐるぐるする本格化させる前で、模試の第1回を解いた時にテキストは7回回してました。ですのでテキストを7回回している最中にこれを解いて先ほどの点数ということになります。はい。で、一方でですね、過去問はじゃあどれぐらい解いていたのかと言いますと、これはですね、およそ5回解いてこの模擬試験を受けたという形になります。はい。それで実はテキストは、まあ、およそ30回近く回しましたので、そこから、もう4倍ぐらいですね、この模擬試験で最低20点択一で最低20問正解できたところから、まださらに4倍のテキストを読み込んだということで、ここまで読み込むとやはり知識は確実に、そして一瞬で分かる問題分からない問題区別できるようになりますので、本試験ではずっとずっとこの模擬試験より楽に解けたということになります。はい。そうです、こちらの方はおよそ択一の方では30問取れているということです。はい。午後の部は28問ですね。ですのでおよそ基準点ぐらいでやって、合格を確かなものにするにはここから足切りが逃げ切りの点数がいくつか欲しいといったところですね。はい。というわけで今日はこのですね、勉強始めて8ヶ月経った時の予想本試験の問題を解いたその点数と、その時のテキストを回していた回数をですね、見てみました。独学で挑戦される方は、まあ、良ければ参考にどうぞということで、自分のペースでやっていくのが一番かなとは思うんですけど、はい。今日はそんなところです。はい。さよなら。